ウィンパー地震によるイラストウィンパーテントは、エドワードウィンパーが考案したテントの一形態である。形状は、床部分が開口6フィート、奥行き6フィートの正方形で、入り口とその反対側の壁は一辺6フィートの正方形である。6フィートは布地の幅そのもので、余計な縫い目を作らない目的でそのまま使っている。 本体の布地は左右とも1フィートほど長めに作ってあり、内側に巻き込む。グラウンドシートは、重央9.5フィートのゴム引き防水地で、実際の床面積より大きい分をめぐり上げて、風の侵入を防ぐ。支柱は、長さ6.5フィート、直径1インのトネリコ材の丸棒4本で、入り口とその反対側に、それぞれ2本ずつ、 上部で X 字状に組んで鉄ボルトで固定する。末端には鉄製の石突きがはめ込んである。支柱強度は中央にかけた100ポンドに耐えられれば、どんな風にでも耐えられると考えた。支柱は分断できず運搬や傾向には不便だったと考えられる。収容人数は4人で、重量は約23ポンドイコール1 0ラムであったようだと言う。ウィンパー自身が アルプス山脈やアンデス山脈で使用したほか、コーカサス山脈でダグラス・ウィリアム・フレッシュ・フィールドやアドルフス・ウォーバートン・ムーアが、カラコルム山脈でマーティン・コンウェイが使用し、実用的で丈夫である旨に一した。軽量化するために支柱に竹を使ったり、傾向しやすくするため中央に真鍮の継ぎ目をつけて二本継ぎとしたり、完全防水でなかった生地にウィルズデンの防水地を使うようになり、 といった改良が加えられつつ、この後この形状がテントの一つの標準として定着した。1953年のエベレスト初登頂に成功したジョンハント隊も改良型であるミードテントを使用していたなど、この地位は1970年代にドーム型テントに明け渡すまで続いた。ありがとうございます。